おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード3やっていきましょう。前回撮影してから2週間くらいが経過しましたので、なんとなくは覚えてるんですが、どこまで進めたかっていうのをちょっと覚えていないので、早速続きから押して状況を確認していきましょう。たま信頼される、今のところはこれでいいですか。あ、なるほど、あれだ、ゆらちゃんのことを操作してたまちゃんの元へ行くっていう、結構ホラーゲームみたいな叫びをしてしまったっていうところだ、思い出しました。で、ゆらちゃんが、たまちゃんのことをちょっと信頼したところで、あとどうするの？あ、たまちゃんに帰るんだ。なるほどね。行きましょう。小倉瀬も命拾いしたわね。とんだ邪魔が入ったおかげで。でも立川くん、どうしてあの時急に告白する気になったのかしら。気になるわね。ちょっと聞いてみよっと。立川くんのことを探してみようか。この校舎にいるかしら。おー、なるほど。立川くんとも仲いいの？たまちゃんは。それとも、立川くんの情報をただ盗み聞きするだけ？どこにいるんだろうね。あ、これか？違うか？あ、これだ。立川くん。なんだ？誰だ？代々木たまよ。文化祭の実行委員をしてるの。で、俺に何の用だ？あの人たちをやっつけてくれたから、お礼を言いたくて。あの人たち？何のことだ？変な格好をした三人組、撃退したでしょ？もう、別に、あいつらが襲ってきやがったからぶっ飛ばしただけだ。あの人たち、まどかさんを狙ってたのよ。何？なんでそんなこと知ってんだ？だって私、まどかさんと同じ実行委員だもの。あの三人、普段からしつこいのよ。そうか。実行委員の敵なの。それでお礼ってわけ。まどかさんも感謝してたでしょ。まどかが？んなわけねえよ。え？せっかくボディーガードに助けてもらったのに？そうじゃねえよ。俺が勝手に。勝手に？でもまどかさん、お礼一つ言わないなんて。いらねえよ。俺が勝手に待ち伏せて勝手に暴れた。そんだけだ。待ち伏せ？いや。嫉妬激励隊を待ち伏せてたのね。やっつけるために。まあな。でも、どうして彼らの出現場所を知ってたの？まどかが早く帰るって聞いたんだな。ゴミ捨て場でよ。なるほどね。それで正門で待ち伏せを。でもまどかさん、これからは早く帰れないかも。どっかでずっと準備作業みたい。くそ、どっかが。とにかくありがとね、立川くん。じゃ。お。たまちゃんすごいね。なんか結構こわもてくんにも普通に話しかけられるコミュ力の持ち主ってわけだ。いやー、ますます好きになるわ。好き。ゴミ捨て場で情報を得たんだ、立川くん。へー、なるほどね。いろんな人が思いがけない行動をしているのね。そして翌日の朝。行動力のある代々木さんのことです。きっともう何か掴んでいるでしょうね。今回は秋葉源氏に先を越されてはいけない。私もすぐに代々木さんに接触しましょう。さあ、再び代々木さんの放送室、人目につかないように。はい。代々木さん？ゆらちゃん、何？何か面白い情報を得ていないかと思いまして。ジュースをどうぞ。ありがとう。情報か。さすが代々木さん、仕事が早いですわ。なるほど、これでたまちゃんが得た、あれだね、リポリンの情報を知るのかな。昨日の情報を教えてあげよっと。ことの葉ね。これ、まどかが早く帰るって聞いたんだな、ゴミ捨て場でよ。はい。いやて。立川くん、どうやらあなたたち以外にも助っ人がいるようね。助っ人ですか？ええ、ゴミ捨て場でまどかさんに関する情報を得てるみたい。気になりますね。調べてみます。ありがとうございます。では頑張ってね。代々木さん、どちらの応援をしているのですか？報酬をくれる人はみんな応援するわ。なる
ほど、あなたが信頼できます。でしょ？これからも、ん？これからも、こん、なにこれなんて読むの？はぁ、懇意だって。まあ確かに、そのままの読み方だった。懇意っていう言葉があるんだ。親しく交際して仲の良い間柄であることだって。勉強になったね。これからも懇意にしてね。どっちの陣営も。いいね、たまちゃん。爽やかです。じゃあ人替えでゆらちゃんに行きましょう。立川さんの助っ人、ゴミ捨て場の物陰に潜んで探りましょう。オッケー。これでリポリンの存在を知られてしまうわけか。それともマロちゃんかな。さて、リポリンはいるのかい。あ、そうか、物陰に隠れるのか。ここで様子を見ましょう。オッケー。で、リポリンにするんだね。あら、さて、ゴミ捨て場で猫ちゃんに餌あげなきゃ。オッケー。なんか喋るの久しぶりだからさ、ちょっと、あれかも。キャラちょっと変わってる可能性がある。頑張るね。ちょっと、戻せるように。はい。餌あげます。マロー！マロー！なんだお前か。また来たのか。あ、どうも。あ。手、大丈夫なんですか？手がどうかしたか？箱をいっぱい殴ってたから。あんなのどうってことねえよ。俺の拳にかなうやつはいらだだだ。俺の拳にかなうやつはいねえ。怖ぁ。で、マロはいるのか？え、まあ、今日は見てないな。そうか。餌持ってきてやったのにな。そんなに悪い人には見えないけど、友達と疎遠だって言ってたな。それは、まどかちゃんが忙しいからであって。本当は二人はラブラブなんだけどね。ねえ、友達とは仲直りしたんですか？いや。ありゃ、すっごく張り切ってたじゃないですか。タイミングってのがあんだよ。そんな簡単じゃねえよ。まだそんなこと言ってる。依頼人といい、うじうじした人ばっかりだな。なんだよ、依頼って。ああ、いえいえ、なんでも。そんなことより、仲直りですよ。仲直りとか、魔法せえよ。相手が意地張ってたら、どうしようもね。意地張ってんのは相手だけですか？そっちだって相当意地っぱり。あわ、睨まないでくださいよ。俺はあいつに合わせてやってるだろ。わかりました。さようなら。あ、おい。くそ、何イラついてんだよ。赤の他人に当たっちまって、何やってんだよ俺。いやー、ちゃんとでも当たったことに対して反省するところがね、いいよね。だから悪いことしたって分かってるもんね。ちょっと水飲みますね。これをね、ゆらちゃんがどう判断するかですよね。リポリンのことを告らせって思ってるのかどうかが、ちょっと分からないから。さあ、ゆらちゃん。なるほど、面白い場面に出くわしましたわ。立川さんと一緒にいたのは池袋美穂さん。話しぶりから彼を励ましていたようです。小倉せったら。あ、分かってるんだね。依頼人を諦めて立川さんを援助することにしたのかしら。あるいは秋葉源氏の統率力が失われている。早速お姉様に報告を。結構 TRL のなんか優位に働いているような気がしますね。不利ですね、どう考えても小倉瀬が。お姉様、小倉瀬内の統率、お姉様、小倉瀬内の統率は乱れているようですわ。どういうことなの、ユラ。メンバーの一人、池袋里穂。彼が立川武蔵を励ましているのです。池袋？その子が日野小太郎でなく立川武蔵よ。おそらく彼が日野さんの恋敵であるということに気づいていないのでしょう。秋葉はそのことを知っているの？それはわかりませんが、いえ、知っているはずがありません。奇策を好む秋葉さんでも
さすがに恋、ん?さすがに敵を応援する部下を感化するとは思えません。そうね。その通りだわ。小倉瀬が自戒を始めたのよ。はい、お姉様。赤い糸は強固な絆。きっと池袋さんは、その運命に感化されたのよ。池袋さんの感化を、秋葉さんは感化。さすがですわ。秋葉、私たちの勝ちは見えた。小倉瀬、所詮調合の衆はこのざまですわ。これ調合の衆で合ってます?これも調べさせてくださいね。あ、右合の衆でした。規律も統一もなく、より集まった群衆。なるほどね。右合の衆。へえ、さすが特化、頭いいですね。小倉瀬、所詮右合の衆はこのざまですわ。なるほどね。じゃあ、さあ、小太郎くんに変えられそうですが、あれ、置いてけぼりにされた状態から、あと小太郎くんはどうしたんだろうね。一方、その頃。約束が違うよ。告白できるって言ったじゃないか。こんなにも、真剣に、僕は、阿佐ヶ谷さんを思っているのに。いくら僕だって怒るさ。ちょっと確認しに行くぞ。あの不気味な人、いつも体育館裏にいるはずなんだ。小倉瀬メンバーを問いただすぞ。体育館裏だ。こんなことにね、労力を使うよりね、ちゃんと窓箇条とね、自力で仲良くなるように頑張った方がいいと思いますよ、小太郎くん。私はね、そういうところがね、あれなんですよ。武蔵くん応援したくなる理由なんですよ。はい。ちょっと、君。ああ、日の子太郎し、困るよね。公の場で話されちゃ。約束が違うよ。ダンスパーティーに阿佐ヶ谷さんを誘えるって聞いたのに。いや、まあ、ちょっとしたアクシデントがあったんでね。覚悟してたんだぞ。すごい勇気を振り絞って。まあまあ、そのことについては私もリーダーとも相談して、それでもって。信用できないぞ、小倉瀬。失敗ばっかりじゃないか。いや、小太郎くんが勝手に動くのが悪いんです。ばっかりって、まあね。こういう失敗はあんまりないんだけどね。僕なんか、普通科で働かされてさ、阿佐ヶ谷さんとも会えないし。だからそれは、小太郎くんがそそのかされたせいでしょう。いや、それは小太郎氏の責任でしょうよ。とにかくさ、僕は彼らを、あ、僕、違った。僕は君らを、ちょっとばかり見損なったんだぞ。ありゃ、やだな、困ったな、ってこれ。困ってるのは僕さ、リーダーに会わせてくれよ。それはまあ、リーダーの意向次第だに。何カッコつけてんのさ、僕は顧客だぞ。やばい、お客様は神様だみたいなノリの人だ。やだ小太郎くんのことちょっと嫌いになってきた。いや、まあ、でもね、お客様ですからね、依頼を受けてますからね、そりゃ依頼を達成できないこちらにもちょっとね、非があるんですけれどもね。でも私はね、ちょっとプレイヤーなわけであって、TRL の方にもちょっと加担してしまっているわけで、そうですね。ちょっとさ、落ち着きましょうよね。小太郎氏、リーダーに聞いてくるからさ。逃げちゃったんじゃないか。僕も普通科に行くぞ。これ、アジトバレちゃうんじゃない?大丈夫かな?じゃあ、武蔵くんにしますか?せっかく待っててやったのに。まどかのやつ、俺の話を聞きやがらない。あいつ怒ってんのか?ちょっと様子を聞いてみるか。代々木ってやつが、まどかと同じ実行委員だと言ってたな。代々木に聞くか。代々木、この校舎のどっかにいんだろう。なるほど。ちょっと一回セーブしますね。今回、たまちゃん大活躍会ですね。いいですね。私はたまちゃんが一番好きなのでね。あ、いたいたいた。おい、代々木。ああ、立川くん。何かしら。お前、実行委員なんだろ?どっかの阿佐ヶ谷と一緒に仕事してんのか。まどかさん?私もどっかで仕事があるから、その時に。あ、あいつさ、最近どうだ?
どういう意味？だからよ、怒ってたりとか、イラついてたりとか。普通よ。というかさ、自分で見に行ったらいいじゃない、特価で。特価になんか行きたくねえから聞いてるんだよ。何よそれ、すぐ隣なのに。特価が怖いの？クソ特価なんか怖くねえよ。なんで俺が特価に引け目感じなきゃいけねえんだよ。そんなに興奮しないでよ。どいつもこいつも特価特価、うるせえんだよ。なんでそこまで特価が嫌なのかっていうところだけど、まどかちゃんが特価にいるからなのかな。自分はそこまで頭が良くないから特化に入れず、まどかちゃんと一緒に勉強できない、クソ特化バカ野郎みたいな。かわいいね。じゃあ日の国変えますね。その前にちょっと飲み物飲みますね。あ、なるほどね。普通科に行って、あれ、もしかしてこれ武蔵くんとなんか会っちゃうんじゃないの。いや、めっちゃうまこれ。この、まあ、水って言ってたけど、これ、イロハスなんですけどね。黄金のパイン味です。これ、水じゃないね。普通にジュースだわ。美味しい。あ、いたいたいた。あ、あの人、そうだ。阿佐ヶ谷さんに詰め寄ってた乱暴者だ。今度は代々木さんまで、実行委員の仕事を邪魔して、まさか、嫉妬激励隊？なんてことなんだ。僕は、実行委員を、守らなきゃいけない。どうする？逃げるか？いや、これは八つ当たりされてしまうんじゃないの？大丈夫かな？喧嘩じゃ負けちゃうよ、多分。おい、あのさ。あ？特化か。なんでこんなところにいんだよ。ああ、立川くん。その人は交流委員なの。文化祭準備をこっちでやってくれてて。なんだ、こっちの委員のパシリか。けっ。その子、嫌がっているぞ。日野くん、何言ってるの？けっ、邪魔が入った。しらけたぜ。待て。大事な話があるんだ。ん？話だ。君、その、文化祭実行委員の邪魔をしてないだろうか。だと。約束してくれ。もう執行部室に嫌がらせに来ないと。何言ってんだ。特化の部屋だよ。もう来ないでほしい。特化野郎が偉そうに、普通科に来て特化に来るなだと。いや、執行部室。おい、特化野郎。俺を言いなりにしてえなら力ずくでやってみろ。てめえに指図される覚えはねえ。度胸がねえなら、特化に帰れ。いいか。弱。あ、日野くん、大丈夫？ちょっと、立川くん。僕はいつもこんな調子で、バカにされ続けていいのか。これ時間、あ、待って。怖い。こんなんじゃ、阿佐ヶ谷さんを守れない。あらら。諦めちゃった。ごめん、ちょっと、セリフ読んでたら時間制限が来ちゃった。あ、なるほどね。なんか言わなきゃいけないんだ。ちょっと行きますよ。へえ、でもちゃんとこういう怖いと思ってても言えるんだ。あ、ちょっと今、好感度下がってたけど、ちょっと上がりましたね。単純かな？さあ、何を言うんだ？歯で、てめえにされ、特化に帰れ。いたー。日野くん大丈夫。ちょっと立川くん。ここだ！はい。ことの歯で。どれ？これかな？なんてことなんだ。僕は実行委員を守らなきゃいけない。オッケー。待て。要求を飲もうじゃないか。ん？箱だ。何言ってんだってね。ゴミ捨て場のあれを君にやろう。ゴミ捨て場でやり合おうってか。いい度胸だ。それが君たちの望みだろ。だからそれで。よし、そこで待ってな。行ってやるぜ。まさかの怠慢？
ちょっと、どうするの？どうするって、行くぞ！阿佐ヶ谷さんの邪魔は許さない！邪魔ねえ。日野くん、一つアドバイス。何？好きな女のためには、命を懸けるのよ。それがあなたを奮い立たせ、成長させる。いや。さあ、行くんでしょ？ゴミ捨て場。ゴミ捨て場に行こう。箱を開ければ納得するだろう。あ、違う、箱をあげればか。あらー。タイマンかー。まあ、殴り合いになったら勝てないと思うけど、口論でだったらなんか、結構頑張ってるもんね。どうだろうね。なんか、口は達者じゃないからね、どっちも。どういう結末になるか全然わからんね。ボコボコの喧嘩だったらもう勝ち目ないけどね。来ない。逃げた？ああ。待たせたな。やろうぜ。箱は、ない。ほら、かかってこいよ。箱なくて怒ってる？仕方ない。うわあ！え？何？武蔵が目の前に立ちはだかる。何？突然の RPG 要素。戦う。なるほど。小太郎。攻撃、防衛、琴の葉。攻撃は無理だろ。琴の葉？これ、好きな女のためには、体力が100回復。なるほどね。じゃあちょっと攻撃しようか。ほら。ほら、かかってこい。あ、全く効かない。はい。ほら。ダメだこりゃ。なに。なんて言った今。何も見てなかった。はい、頑張れ。ほら、どうしたよ。全く効いていない。攻撃しない。薄ら笑いを浮かべている。琴の葉。体力100って言うけど、どうしよう、防衛する？わー、痛い！そっか、防衛するとそうなんだ。いや、琴の葉で、好きな女のためには、命を懸けるのさ。ほら、回復しろ。オッケー。あ、これでもずっと戦わなきゃいけないのかな？ほら。薄笑いずっと、浮かべてるけど。もういいぜ。そろそろ蹴りつけてやるよ。一回ちょっと回復させて。ちょっと、マックスにして、これで死んだら、もう、それは仕方ない。はい。行くぜ、特化野郎！わー！一残った！え、どうすんの？好きな女のためには命を懸けるんだよ。こいつはびっくりだぜ。まだ立ってられるとはな。お、なるほど。特化にしちゃ根性あるぜ。褒めてやる。しゃあ。けど、そんなんじゃもう無理だろ。こんくらいで許してやるよ。もう行け。もう、邪魔はしないと約束して。邪魔だと？俺が特化野郎の邪魔だってのが。け。あの。どうやら完全にぶちのめされたいようだな。近づいてくる声。何これ。真っ黒黒虫探そうぜ。こいつを放てばデートも台無し。これ誰よ。あ？ああ貴様は、この間はよくもー、これどっちにも言ってるよね、多分ね。小太郎くんにもだし、多分。武蔵くんにも言ってるよね。なんだてめえら。仲間を呼ぶなんて卑怯じゃないか。仲間だ？バカ、こいつらも特化野郎だろうがよ。てめえの仲間じゃねえのか。違うよ。僕は実行委員の邪魔をする彼らを。ここでやったが100年目、貴様らに決闘を挑む。大丈夫なの？わあ、かかってこい。僕だって戦うぞ。え？なるほど、セーブ。はい、セーブしますね。行くぞ、我ら、嫉妬激励隊。あ、なるほどね。市ヶ谷が目の前に立ちはだかる。四谷が目の前に立ちはだかる。長田が目の前に立ちはだかる。
戦う。小太郎くん1しかないじゃない。とりあえず小太郎くん、あれ、好きな女のためがない。じゃあ小太郎くんは一番弱そうな、四谷が声高だから、四谷で、武蔵くんはじゃあちょっと防御力高そうな市ヶ谷くんを攻撃。どう？おい、モジャ頭、俺がお前の前に出る。お前は隠れてろ。あら、そうなの？なるほど、小太郎くんはじゃあちょっと防衛に専念かな。あ、ありがとう。こたびの我らは一味違うぞ。いでよ我がしもべたち。あ、そいつバカ、こっちに向けんな。何？え？何？真っ黒クロムシ。あー、なるほど。うわー、武蔵くん強っ。待って待って、武蔵くんの HP2000 もあるんだけど、小太郎くん450しかないのに。マジか。え、でも待って、7しかダメージ与えられなかったよね。あれ違うかね。どっち、え、武蔵くん、あ、ちょっと待って、一回ちょっと飲み物持って。じゃあ小太郎くんは防衛しといて、攻撃で、まあ市ヶ谷くんでいいか。この虫は、俺はダメなんだよ。なるほどね、毛虫嫌いなんだ、武蔵くん。かわいい。あの扇子を持った人が放ってるんだ。あの人をやっつければ。我が召喚獣の前にひれ伏すがよい。立ちつくんで動けない。あ、なるほどね。あ、はい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 。あ、武蔵くんが動けないから、小太郎くんが市ヶ谷くんを攻撃。で、武蔵くんが、四谷を攻撃。どう？あ、立ちつくんで。2、5、6、8、あ、ちょ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 。ちょっと待って。これ負けちゃう、負けちゃう。わかった。武蔵くんは、ちょっと引っ込んでて。市ヶ谷くんで、武蔵くん防衛。どう？どう？どう？ちょっと待って。死んじゃう、死んじゃう。小太郎くん、頑張って！市ヶ谷くんをずっと攻撃。市ヶ谷くんで合ってるよね、こいつね。大丈夫だよね、真ん中のやつ。防衛でいい。大丈夫。2しか与えられない。ちょっと待って。まずい。まずい！どうしよう！ちょっと待って。どうしよう。いや、無理だ。市ヶ谷。武蔵くん、ことのは、ないか。防衛しかないんだよな。ちょっと待って、無理だよ、無理。ちょっと、あ、よし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 ！やべ、武蔵くんが気絶しちゃった。あーどうしよう。あーやめな、くそ。待って、見たか、嫉妬の漆黒、恋愛だとこそ正義。うーん、いやー、くそ、もっと早く気づけばよかったな。まず、毛虫を倒すために、頑張って小太郎くんが攻撃する。で、それまで、武蔵くんはずっと防御。市ヶ谷。で、武蔵くんは防御でいい。ありがとう、だけど、こっち向けんな。小太郎くん、いいね、いいね、いいね。いいよ。で、戦うで、頑張れ、小太郎くん。で、武蔵くんはずっと防衛、防衛。オッケーオッケー。市ヶ谷くんね。市ヶ谷くん、早く倒れてくれ。ちょっと、頑張って、武蔵くん。頑張って。てか、やっぱさ、永田くんはさ、何、説明のところにも格闘タイプみたいに書いてあっただけあって、ちょっと攻撃力高いよね。もう、声高男子の名前忘れちゃったな。なんだっけ？その、四谷くんはクソ弱いけど、武蔵くんはそのまま防衛。オッケー。でも多分、防衛の意味多分ないよね。立ちすくんで動けないだけで。市ヶ谷くん防衛で、はい、オッケー。ギリギリだな。で、攻撃四谷、攻撃武蔵くんは永田くん、オッケー。まずい、死んじゃうよ。小太郎くん、永田、武蔵くんも永田。よし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 、オッケー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 。で、これで、
四ツ谷くんは弱いからすぐ倒せると。オーケー、やば、結構ギリギリだったぞ。嫉妬激励隊が逃げ去る。小太郎と武蔵の勝利だ。なんか小太郎と武蔵って、はあ、おい大丈夫か。俺に喧嘩を挑んだ特化生はお前が最初だ。褒めてやるよ。嬉しくないな、このざまだよ。まあしばらくそこで休んでろ。おい特化生、なんでそんなに一生懸命なんだよ。何が？普通科のクソみたいな奴らにこき使われて、お前特化生だろ。悔しくねえのか、格下の奴らにこき使われてよ。僕は普通科を格下だなんて思ったことはないよ。そうなのか。お前らいつもランクを気にしてるじゃねえか。気にしてるのは君じゃないの？んだと？普通科とか特化とか区別してるの君じゃないか。お、怒ったよね。いや、お前、名前なんだっけな。日野小太郎だよ。君は？立川武蔵だ。よろしくな。武蔵くん、よろしく。あらー、男の友情が芽生えてしもたね。私さっき何喋ろうとしたのか忘れちゃったもん。あ、思い出したわ。この武蔵くんと小太郎くんってさ、なんかさ、ポケモンのさ、武蔵と小次郎みたいな感じだよね。なんかね。いや、わかんないけど、これ関係あるかどうか知らないけど。まあ、納得したぜ、小太郎。お前は悪い奴じゃなさそうだ。ん？何が納得って？お前が普通科で頑張ってる理由だよ。実行委員よな。そうじゃないんだ。ん？好きな子のために、その子が。わかったよ。そういうこともあんだろ。知ったこっちゃねえが。頑張ろうと思ったんだ。でも、僕じゃ力不足だったみたいで。だったら、もっと真剣にやったらいいんじゃないか？そうだね。僕は不純だった。ありがとう、武蔵くん。まあ、頑張れよ。俺も何かあったら助けてやるからよ。じゃあな。え？それで小太郎くんにまどかちゃんとの告白を手伝ってって言われたらどうするつもりなの、武蔵くんは。恋のライバルだよ、仮にもね。いいやつだな、武蔵くん。僕は素晴らしい友を得た気がするぞ、みたいなセリフだったかな。ちょっと今消えちゃった。阿佐ヶ谷さん、文化祭の準備真剣に。今はどっちも中途半端だ。やっと気づいてくれたね。阿佐ヶ谷さんのことに対してもやっぱこう人に頼ってばっかりで中途半端だったっていうことに小太郎くんが気づいてくれたのであれば、それでちゃんと変わろうと頑張ってくれるのであれば、私は君のことを好きになると思うな。好きなキャラランキング今のところ日野くん今最下位だからね。でもちょっとずつ好感度上がってきてるので、ちょっとねどうなるかわかんないけど、とりあえず教室に戻ろう。特化3階だよ。オッケー。でもね、本当はね、なんか順位とかつけたくないぐらいみんな好きなんだけどね。はい、3階に戻ってきましたけど、はい、ここですか？僕には自分がないんだ。いやでもな、あれかっこよかったけどね、武蔵くん。あんななんか怖いくさ、なんか凄んでる人に対して言いたいことちゃんとはっきり言えたところは結構いいと思いますよ。何目線？まあいいや。人替えですが、どうしよう。今日こんくらいで終わろうかね。ご視聴ありがとうございました。ちょっと日野小太郎くんのね、いい一面が見れたところで、私はこれからちょっと小太郎くんのターンになった時にも楽しくプレイできそうでありますね。まあ今までも楽しかったんですけど。では、次回。まあこの男の友情がどういう風になっていくのか、気になりますね。では、おつぴよでーす。